北野聖也は、岐阜県伊比郡出身のフットサル選手。名古屋オーシャンズサテライトに所属。F リーグ選抜に選出される。現在は、YSCC 横浜に移籍。背番号は6番。ポジションは、フィクソアラピボ。8歳の時に、地元大野町の少年団チームでサッカーを始める。10歳の時に、ファルコ岐阜のフットサルスクールに通う。 当時岐阜県のトップレベルの選手たちとフットサルをしていた。中学入学と同時に十分 FC に入団。中3の時にフットサルの試合で名古屋オーシャンズ U-15 と試合。そこで誘われ名古屋オーシャンズ U-18 に入団が決まる。中3から高1の間までサッカーの岐阜県国民体育大会の強化選手に指定されていた。 名古屋オーシャンズ U-18 では、キャプテンとして、チームを統率。第1回全日本ユース U-18、フットサル大会で準優勝。ユースフットサル選抜トーナメント2015でも、愛知県選抜のキャプテンとして、全国優勝。翌年、名古屋オーシャンズサテライトに入団。3年間在籍し、東海フットサルリーグ3年連続無敗優勝。 フットサル地域チャンピオンズリーグに連覇。個人としても2年連続で東海フットサルリーグのベスト5に選出されている。その後、F リーグ選抜に選出される。レアルマドリードのサイドバック、元ブラジル代表のロベルト・カルロスとプレーしたことでも話題を集めた。公式戦でのアシストも記録した。東海フットサルリーグベスト5、2016万2017。ありがとうございます。